宗家、よろしくお願いいたします。これからの特別企画の若菜という、市議ユニットで呼んでおりますが、ちょっとお時間を余らせて3曲ほどやらせていただきます。金曜日も若手がなかなか作れないというのはありますけど、金会もそうですよね。でただ最近財団ではスーパーチームというのができて、それを目標に若い人がこう銀行研修部に励むというような構造が徐々にできつつあると思います。その中で僕らといいますか、銀行流も初代が琵琶の奏者でありましたし、2代目もピアノが非常にうまかった。私もジャズをやったりしてですね、なんか銀行流は常にこう楽器とともに歩んできたというのがありますので、それでここにありますと、ちょっと言って柿の木原さんにたまたま出会いまして、彼女は芸大の総局家かなって一番言うか、なんかそういう芸大の子で、で、いろいろ聞きました。船川先生の総局を学生にやってくださるというので、ぜひちょっと市民のお話をやってくれませんかと。ということで、前回の我々の本部の大会に伴走していただいたりして、それで彼女をリーダーとしてこの若菜というのを、フルートの、エミグミラさんとバイオリンの伊田さんで、一応3人で伴走のユニットというのを始めました。でさらにうちの若手の、2人、斉藤みのりと安西由紀という2人が、歌を歌うということ で若い人に伝えるために何が必要かなと思って、詩吟の、あえて言う弱点というのはテンポがないので、テンポをとにかくつけようというので、一定のこうリズムの中で詩吟を歌っていくという実験的なプロジェクトですので、とっても違和感あるかもしれませんが、今から金陵流で馴染みの深い3曲を演奏と歌でやらせていただきますので、よろしくお願いします。
Thank you.